日本に遊びに来たい人たちも、香港で暮らす日本人も、みんな気になる今日本はどうなってるの？レジャーの夏、ジエの日本大捜査、サマーバケーション in ジャパン。今週は香港から約3時間半、関西国際空港、そこから電車で35分、美味しい特産品がいっぱい、和歌山県。かごちゃん頭丸々1個500円。はい、お父さんね。あ、食べてた。あ、いいね。あ、お父さん頭持って帰るかな。でもこれ日本一美味しい梅酒だって。なんだその顔。大自然の脅威。来たすげー、津波だよ。エキサイティング。あ、ほいごーん。あや、あや、あや、あ、ほだいいよ。あや、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 グワイヤーグワイヤー。開放的な露天風呂。お待たせいたしました。キャーじゃない、入りましょうか。歴史のロマン。妖精が住んでる。主要は千年水曜東方不敗。はっはっ、大芸おみくじや。本当だ、おみくじだ。はい、でもあれより別件香りに来て。おお南国の風。わいわいで、あ、ホイゴンは、ホイゴンは、どこ行くの？あっち？ビキニや。ビキニ。日本最大のこの半島には多種多様な魅力が満載。ジャパナビ、紀伊半島アドベンチャー、和歌山、三重大発見第6章。特別企画、ジャパナビ和歌山名産品大調査。和歌山名産品梅。その生産量は日本一を誇り、まさに梅王国。先週のジャパナビでは、和歌山の梅の魅力に迫るべく、海南市の酒造メーカーを訪問し、日本一の梅酒作りを見学。今週も引き続き、この酒造メーカーからスタートです。広い、広すぎる。わあ、わあ、これよ、これ池日本庭園ですね。美しいね。全く酒と関係ないですよ。そんなことない。なんだよ、この日本庭園を見ながらお酒を飲む。あ、そっか。いや、うちいいやん。例がシーチンみたいですね。うん、こんな広い場所に飲むの。大広間、かっこいいね。あー、ここちょっと特別、発酵とはもういるし。うん、気持ちがいいね、座っちゃう。あれ、ちょっとあれ、携帯電話販売所があります。なんで？行ってこい。ちょっと買ってこい。2台、OK。 携帯電話じゃない、ジェム、携帯電話じゃないよ。どうね、奥さん、これはね、何ですか、これは何ですか。あの、体の中の毛細血管を見る機械になります。体の中の毛細血管を見る。これ手術なの？これで手術するの？血を取る。取らない。はい、大丈夫ですか。取れなかったらどうするんですか。ここへ置くだけです。置くだけで血管が見える、はい、そうです。ちょうど爪の下の部分の毛細血管が一番集中しているところを見ることができるんです。ここ、はい、血の状態が見えるということですね。そうです。血の流れとその毛細血管の形をそのまま映し出します。健康チェックだ。はい、できますか。はい、ぜひどうぞ。じゃあ一緒にやろうか。はい、やります。あ、ドロドロ血とかサラサラ血とか。そうです。で、先にです、こちら指を置いていただきまして、手を置いてください。はい、でちょうど爪の下を見ますので、ちょっとオイルつけましてね。痛くないでしょ。光の反射を防ぐオイルになりますね。はい、ここに指入れてください。この指だね。そうです。で、特殊なレンズでね、660倍のレンズで中をですね、見ることができるんですね。うわ、今まだですよ。あ、そうか。まだだ。爪になります。あ、爪。そうです、ちょうど爪の部分を見てるんですね。で、下ろしていきますと、ちょうどここが甘皮部分ですね。あー、すごい、よく血が出るよ、ここ。そうです、そうです。で、その下になります。お、怖え。おー、あー、怖え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 、キモ、俺がキモ。これはどうですか。これはどういう状態ですか。流れてる。そうです、まず流れてるの見てください。あ、あ、あ、怖い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 、もう見てられない。そうですね、だから黒く、ね、動いてる部分が赤血球結晶板となるわけですね。はい、
で、あの毛細血管というのは心臓からまっすぐ来て、そして爪の下で U ターンして心臓に帰りますので、 U ターンだ、僕の血管に U ターンだ、綺麗に U ターンしてるんですね。でもですね、正常血管はこういうふうにまっすぐ綺麗なのが正常血管になりますので、やばい、ちょっとあれなんかぐにゃぐにゃだよ、トロトロ、なんか斜めだよ、出てるんですね。ちょっとグニャグニャ感が出てきてる。それはどういうことですか。グニャグニャになってると、あのちょっと血の流れやっぱり悪くなるので、ドロドロ血になりかけるかもしれませんよ。気をつけましょ う、 っていう。脂肪を食べ過ぎかな。あ、脂肪、あのお肉とかですか。そうですね。やっぱりお肉とかですね、やっぱり野菜を食べられてる方とお肉、肉食の方とやっぱり全然血液の流れも違います。あ、やべえ。違います。変な形だよ。横に流れてるよ。ごめんな。なんか見て。泡だらけみたいな感じ、うん、でね、白くね、たまにこの中がこう通るものが見えますでしょ、うん、これが白血球になります。誰が白血球？あ、白いものが、あの泡みたいなやつが、白いものがこう間に、俺は白血球多いよね。白血球なんです。やべえ、白血球多すぎるとか、やばいじゃん。すみません、あとどのくらい切られますか？大丈夫です。でね、もう一つここに面白い血管があるんですが、はい、こう普通はね、こういうふうにまっすぐ、これなんか綺麗なんですね。こう広がってしまったでしょ、横に、はい、こういった血管はここに入りまして、ああ甘いものを少し控えましょうということです。甘いもの食べ過ぎ、そうか、僕ね、どんレンジャー飲みすぎよ。でもレモンティー、どんレンジャーも飲みすぎやね。もうね、ミルクティーもたくさん飲むよ。そうです、そういう形でね、こういった形で気をつけましょうということがちょっと分かる機会になってますね。おわら、いい機会ですね、これ。そうですね、でもね、結構中ではね、割と早くは流れてるんですけれども、流れはいい、うん、インジャマの場合もやっぱりこう血管が広がってるんですよね。広がってる、うん、ですから、やっぱりちょっと甘いものとかどうでしょうか。あ、やっぱりどんなに茶飲みすぎだ。これなんか私、細、血管細い、うん、あのね、大きくないこれ、脂肪とかコレステロールがついてくると太くなっていきますから、あの細い方がいいんですよね。あ、はい、難しいんだ。細い方がいいんだ。ちなみに これあまりないでしょ。そうですね、あまりないですね。100名中4、5名っていう感じですね。これはどうしてここでこういう検査をしてくれるんですか。あのですね、弊社はお酒はもちろんなんですけれども、あの梅酒を取り扱うようになりまして、それの元っていうのが梅果汁なんですけれども、今流行ってますね。そうです、その梅果汁を煮詰めたものが梅肉エキスっていうですね、はい、そういう健康食品を取り扱っているんです、はい、でその健康食品というのは今すごくあの中性脂肪コレステロールとか高くなって生活習慣病になられる方が非常に多いということ でこういった機会でですね、自分のですね、将来的な病気をですね、いち早く予防していただこうということで、こういった機会を導入いたしました。何やってんの、ジョメアレー、何で一人変えてんの。右と左違うと思うよ。違くないよ、もう何回やっても同じですよね。そうです、同じですね、はい、同じです。でも健康状態悪いんで諦めなさい。はい、もうじゃあ、うーとめちゃ飲みたい。何これ。これは何ですか。あの先ほどね、梅酒のくらい行きましたでしょ。その時に青い梅を漬け込むって言ったと思うんですけれども、はい、その青梅をすりつぶして、そして何時間も煮詰めたものがこちらの真っ黒い状態になるんですね。ぜひ一度これをまず食べていただきたいと思います。食べる、食べるものなんだ。こうやって普通に食べるんですか。そうです、はい、酸っぱいですよ。あ、わかりました。お、いただきます。チョコレートみたい。世界一酸っぱい食品と言われてるんですね、この梅肉エキス。うわ、いかがですか。酸っぱい。うわ、匂い。でも大丈夫。まだ来てないよ。うん。うん。ああ。健康悪くなった。うん。なんか今。ああ。疲労回復とかですね。あ、疲れが取れた。そうですそうです。もちろんいいですね。目が大きくなったよ。今もう体中の血が流れてるよね。その後あの水飲んだらダメですか。どうぞ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これ前に舐めてますか。舐めてる、こちらの方。あ、こちらを加工された粒です。あ、加工したものがある。はい、あ、はい、藤子さんよ、こっちの方が良かったのに。
粒タイプとそれからカプセルのタイプ、うん、こっちの方が全く無味無臭の味が全くしない。もう梅今お茶を、なんかこの飲料、この水酸っぱい水酸っぱいよね、すごくなっちゃうね。無味無臭ですね。おー飲みやすいね、うん、あー売店だ、買い物でございます。水色コーナーです。早いね見つけるのが。これは美味しいの。これは何ですか。こちらは先ほど の、 あの梅蔵のところで梅酒を漬け込んだ後の梅の実になります。じゃあこれ日本一美味しい梅酒ですね。はい、そうです。全部これ日本一美味しい梅酒だって。なんだその顔ちょっとこれ見てください、この顔。食べないと損だよ。何よ。私もいただきます。うん、もういいんだ。これ何これ梅酒だよ。これも飲めるんですか。もしかして。はい、グランプリ取ったよこれや、うん、グランプリ取ったからさ、早く飲んでくださいよ。何言ってんの。うん、これすごい、ちょうどいいね、ちょうどいいね、美味しい、うん、なんか出さないでよ。わあ、美味しい、ほんとに、ちょっと飲んでくださいよ。うん、早くせえや。無理、ちょっと皆さん、これいいのかな。もう一回浸透するよ。あ、美味しい、ねね、香りがふわっと広がって出たね、ふわっとが出たね。説得力がいいや、いいや、悪いな。すっごい美味しいです。ぜひ飲んでね。来週はじゃじゃーん、ハロー、ムロクマさん。これは何ですか。これは湯の峰温泉の壺湯です。ここなんか人気あるみたいですね。はい、そうですね。ここは世界遺産で唯一全身入浴ができる温泉なんです。全身入浴、世界遺産のお湯ですよ。全身紀伊半島アドベンチャー、和歌山三重大発見。来週もお見逃しなく。ドーン。